今日はイベントのミーティングに参加しに行ってるんだ。ようちゃんは水泳部。大丈夫だよ、あなたが来てくれるって分かってたから。今日も練習見ててね。こちらこそ、今日もありがとう。もっと練習して、チカちゃんやヨウちゃんとしっかり合わせられるようになりたいな。おーい。うん、ごめんね、なかなか練習参加できなくて。でも歌とダンスは自主練でがっつりやってるから、ほぼマスターしてると思う。すごい、さすがヨウちゃん。ところでチカちゃんは今日はいないんだっけ。久しぶりにシャロン3人揃って帰れると思ったんだけどな。ルビーもあなたと同じこと思ってたんだ。なんだかチカちゃん一人で頑張ってるみたいに見えて、曲やダンスのこともそうだし、足りない材料や救急用品の買い出し、それに部室の掃除や道具の整理なんかも全部やってくれてるの。この前ね、あんまり無理しないでってチカちゃんに言ったんだけど、大丈夫だよ、ルビーちゃんは気にしなくていいんだよって言われて。きっとシャロンのために自分ができることは何でもしたいって思ってるんだよ。好きなことには一直線、チカちゃんらしいけど、私たちのことももっと頼ってくれていいんだけどな。チカちゃんとルビーちゃんと私、3人合わせてシャロンなんだから。お出かけ？うん、ライブ本番の前に3人でどこか遊びに行かない？でも練習。確かに最近ちょっと体が重いような。リフレッシュすればきっと本番でもいいパフォーマンスができると思う。うん、そうだね。よし、遊びに行こう。やった、いつにする？今週末なら水泳部も休みなんだけど。ルビーも大丈夫だよ。私も。じゃあ今週末に決定ね。どこに行こうか。